私が詩を作ったあの歌の、あのシャンソンの訳詞というのを新しいのつけたのを、やっていただこうと思います。じゃあとりあえず登場していただきましょうかね。シャンソン歌手の星野翔子さん、お願いします。それからあの伴奏の中村豊さんです。シャンソンというですね、いろんな詩がついてるんですね。彼女とは、星野さんとは私は、お酒の飲み仲間でありましてですね、この方はいろんなシャンソンをずっと歌ってたんですが、あの私がその役所をなんでやるきっかけを作ってくれたかというと、例えば愛の讃歌とかですね、さくらんぼの実る頃ってこれちゃんと役がついてるんですが、どうも面白くないし、その元々の詩の原曲のイメージがちゃんと伝わってないということをおっしゃいまして、聞いてるとごもっともだということがあって、それがきっかけで、まあ古いついてる曲にも新しい詩をつけるということをやってみたい。一番今日聴いていただきたいのは最後に愛の讃歌というのをやっていただく。で、愛の讃歌はですね、実は、星野さんに言われまして、実はちっとも原曲の意味を表してない、でもっと原曲の意味をちゃんと踏まえたのをやってくれという言われまして、私も苦労しまして、語りと歌とで愛の讃歌がどういうふうに生まれて、そして愛の歌になったのかということを語りと歌って合わせてちょっと長めのあれなんですがやっていただいて、それは最近は彼女がいつもコンサートの最後にやっていただいております。ですから、君触れ エディットピアフ。人々は彼女の愛の遍歴について語ります。イブ・モンタン、ジョルジュ・ムスタキ、シャルル・デュモン、何人もの男たち。しかし彼女が心の底から本当に愛した恋人はマルセル・セルダン、ただ一人でした。セルダンはボクサー、フランスが生んだミドル級の輝かしき世界チャンピオンでした。1949年10月、ニューヨークのナイトクラブに出演していたピアフは、フランスにいるセルダンに電話します。彼は船でニューヨークに向かう予定でした。しかし、出発の直前、電話をかけてきた彼女は懇願します。あなた、お願いだからすぐに来て。もう待ちきれないの。船じゃ遅すぎるわ。飛行機を使って早く来て。わがままなピアフ、いいよ、マルセルは答えます。明日に会えるさ、愛してるよ。パリからニューヨーク行きの飛行機に乗り込むマルセル。しかしその飛行機がピアフの待つニューヨークに着くことは永遠にありませんでした。1949年10月28日、彼を乗せた旅客機は大西洋上アゾレス諸島で墜落したのです。セルダンの突然の死。私がマルセルを殺してしまう。悲嘆に暮れるピアノ。その晩彼女が出演するクラブは超満員でした。歌わなくてもいいと制止するマネージャーを振り切り、ピアフはステージに向かいます。客たちの嵐のような拍手。ピアフは言います。私に拍手はいりません。今夜はマルセル・セルダンのために、一人のために。セルダンの突然の死から3ヶ月後、1950年1月パリのリサイタルで、彼女は彼へのあふれる愛を歌ったシャンソンを発表します。それは
死の別離さえも超える永遠の愛、永遠の愛を誓う限りない情熱の歌でした。イムロアラムー愛の賛歌。どうも、素晴らしい歌ありがとうございます。じゃあ、もう一度、星野さん。